怪爆災が、そして妖怪と人間の血を引く存在エドザンゲッサー半妖。これは3人の半妖の少女たちの新たなる物語。私は死んでいたのか。もう刹那を危険な目に遭わせたくない。一体何が。いろいろあって大変だったんだよ。さよ、犬屋さんの娘の師範用だな。さあ、牧星王さんってすげえ。このわしに知らぬことなどない。双子の範用たちか気を読んでおる。それがゆかりの断ち切りか。東東祭の仕業か。あれ刹那、ヤシャ姫の本当の使命と。間違いねえ、おふくろと親父だ。全ての謎が今明かされる。とは来るぞ相当の総流派。テレビアニメ戦国おとぎ造紙半妖のヤシャ姫。どうか子供たちが無事でありますように。摂政丸様と待ち合わせですか。どなたですか。半妖の双子はどこ。